まあ、本当にお弟子さんというわけではないんでしょうけれども、攻守とも一緒に回ることが多いようで、はい、あ、ここでいきなりレイズ選手、バンクで1番をサイドに落としました。そうですね、1番をサイドポケットに直接狙えたんですけどね、狙うと角に当たるバンクになってしまいましたね。しかし残り方は難しい。だがレイズは冷静にコーナーに、お互いの信頼関係ですね。そうですね、個性はあります。どちらを選択したのか。これはポケットに行った、決まった、ショットが出ました。ロングカット決まりました。レイズから何のリアクションも逆にない、 OK とも言わなければ何も言わない状態です。あ、でミスをして思わず舌を出してますけどね。まあそれしかないでしょうね。8番もその反対側にあって難しいポジションなんですが、力加減しなきゃいけないんで、当たってくれるといいですよね。あ、優しかったりしますね、味方にはすごく親切だったりするんですね。そうですね。あ、好調なプレーを続けていたコルトレーン、ここでポケットミス。ここは入れました。ゲーム練習して、そうですね、かなり期待は持てるんじゃないですかね、そうになってほしいですね、はい、将来的に。あ、ここで利川選手すごいキックショット、一時はどうなるかと思いましたが、そうですね、ボールを落とします。逆転です、決めました。5ゲーム連続でゲームを取った。最初のブレイクショットになります。ゆっくりとナインボールがコーナーへ向かって、いきなりエース。第1ゲームはエースで決まりました。1対0、嬉しそうですね。そうですね、あの公式戦、まあ、普通のトーナメントではなかなかエースが出てもあんなにこうリラックスして笑えないんですけどね、はい、このコルトレーン選手はアメリカの期待の星と言っていいんですか。そうですね、今、若手で、アメリカで、まあ、3、4人ですかね、はい、これからアメリカを背負って立つだろうという選手たちの中でも、まあ、一番トップを走っている選手ですね。相当若いというか小さい時から期待されていた選手のようですか。はい、まあ、ジュニアのワールドチャンピオンと、まあ、ジョニー・アーチャー選手とずっと行動を共にしている、まあ、日本でいう師匠と弟子っていう形になってるんですけどね、まあ、本当にお弟子さんというわけではないんでしょうけれども、攻守とも一緒に回ることが多いようで、はい、あ、ここでいきなりレイズ選手、バンクで1番をサイドに落としました。そうですね、1番をサイドポケットに直接狙えたんですけどね、狙うと手玉が、回すけども8番に当たってしまってポジションが取れないということで、いきなりバンクで攻めてきましたね。しかも手玉を2番に当てて、まさしでコルトレーンに回した、はい、かなり気遣いもしてるようですね。そうね、レイズが相手ですと簡単なボールを突くことになります。そうですね、今のもあれだけ振りがついてますと3番入れてポジに当たって、この4番にもっと近くなるようなコースを走るんですけどね、思いっきりスピンを入れて、はい、しかも押してスーッとついて、ストロークでああいう手玉をアクションを起こしてるんですけども、さりげない、こう目立ないところですけどね、すごい技術を見せてくれて。そうですね、なかなかあの位置に手玉を走らせるっていうのは難しいんですけどね。コルトレーン選手は常にまっすぐの球を突くという、そうですね、楽な形でプレーさせてもらっています。レイズ選手と組めば私でも結構いけるんじゃないかなという。そうですね、になりますね。あの手玉をやはりいいところへどんどん持ってきてくれますから、しかも失敗してもフォローしてくれますから。コルトレーン選手が震えてます。そうですね、あー、ナインボール外してしまった。あれだけ震えますとさすがにボールはポケットできないか。そうですね、かなりあのまさかナインボールを外さないだろうと思ったんだと思うんですけども、ただこのナインはちょっと難しくなりましたね、ここはどうするのか。バンクかカット、バンクでしょうね。オーサイド、角には当たったけれどもポケットはされました。そうですね、あの練習タイムも多少あったんですが、はい、やはりギャラリーが入ってからは練習できないですから、ギャラリーが入ったためにクッション出方若干ありますからね、その分若干角に当たるバンクになってしまいましたね。しかし残り方は難しい。だがレイズは冷静にコーナーにポケットしました。先ほどはエースでした。サイドに決まって2つボールが落ちました。1番と2番ですね。そうですね、その結果手玉がタンクッションにほぼ立てる時にもあのどうしようっていう感じで話しながら、まあ、セーフティーするか一つ通ってはいます。そうですね、コーナーに3番を入れると手玉が4の方には一応向かいますから、ナインボールの後ろにあるのが4番ですね、はい、
やはりコーナーにポケットを狙って決まりました。スーパーショット。しかし、ポケットしに行くって決めた段階で4番が難しくなってもっていう相談はできてると思うんで、お互いの信頼関係ですね。そうですね。補正はあります。どちらを選択したのか。これはポケットに行った。決まった。ショットが出ました。ロングカット決まりました。高橋選手も思わず笑顔が出ています。苦笑いっぽい笑顔ですかね。あれをじゃあ自分もミスできないという。そうですね。難しいショットを決めて、ここでいい形になりましたからね。もうミスはできない形になりましたから、はい、ここちゃんとポジションを出して返してあげなくてはなりません。すぐと言っていいんじゃないですか。そうですね。高橋プロも今は関東にいますけども、もともと関西プロですから二人はよく練習もしてますしね。ここで6番外して思わずがっくり。そうですね。6番を入れてやはり7番にいい位置に出したかったんで、左上をひねったんですかね。で、ちょっと厚みを狂いましたね。ひねりが入ったせいですかね。そうですね。ひねりを入れた分ちょっと厚みが変わってしまったんですけど、そうですね。両手ともに相当震えています。あ、プロでもここまで震えるんですね。そうですね。あ、スクラッチ。そう、今のもう入れるのが精一杯の状態ですよね。逆によく入ったなって。これイベント形式のっていうのなんですよね。しかもお客さんが本当に真剣に集中して1点を見据えるというのはアメリカでも少ないんじゃないですか。そうですね。しかもメンバーがやはりワールドチームレイズ、ストリックランド、アーチャーという、もう世界中どこに行っても通用するチームの中に自分が入っているというプレッシャーがやはり大きいと思うんですよね。名前、実績、どれを取ってみても、まあ、自分がやや格下であることは分かってるわけですね。本人が一番理解してて、逆にそれは理解していて、ここでやはり自分が活躍すればこのメンバーの中に仲間入りできるっていう強い意識を持ってると思うんですよね。これが逆にプレッシャーになったんでしょうか。そのトロトレーンのスクラッチから。そうですね。レイズとしたらどう持っていけば、コルトレインがいつものプレーをできるようになるんだろうっていうことをやはり考えてると思うんですよね。しかしこの1番公式戦をやってるテーブルであれば割とサイドポケットスッと構えられるんですけども、しかもまだ震えは止まっていません。はい、しっかり入れてきましたね。ストロークにしています。逆にレイズにもプレッシャーかかりますよね。そうですね。やはりいいところへ持ってきてあげなきゃいけないっていう意識がより強くなってしまいますから、ポジションに気を使いすぎて、はい、レイズのポケットミスも起こる可能性が出てくると。そうですね。コルトレーンはもうポケットするので精一杯になってしまいますから。逆にレイズが本当だったらもっといろんなことをアドバイスするのかなと思ったんですけど、あえてこうもう震えてるときはしょうがないんだと、はい、もうあとはコルトレインの実力っていうのはアメリカでレイズは見てもね、どこまではできるだろうって見えてますから、要はこの震えを取るにはどうしたらいいんだと、もう入れていくのが一番いいんですよね。もうミスが出てもレイズから何のリアクションも逆にない、 OK とも言わなければ何も言わない状態です。あ、でミスをして思わず舌を出して。そうですね。逆にこうレイズがミスしてしまいましたと、はい、ただああいう表情が可愛らしいんで。そうですね。コルトレインにしてみれば今のレイズのミス気が楽で、難しい7番ここは攻めるならサイドバックがありますけどね。まあそれしかないでしょうね。8番もその反対側にあって難しいポジションなんですが、力加減しなきゃいけないんで当たってくれるといいですよね。あ、当たらずに抜けてしまった。としか選手は大丈夫大丈夫って感じで今登場しました。確認し合ってますんで、はい、行ったらこうなることは十分考えてましたね。高橋プロは8番に当てて当たると思って行ってるんですけどね、当てるんですけどね、ちょっと当たらなかった、ね、ギリギリ当たらなかった。さあここはバンクかカットか。カットでいったコーナーに決まりました。すごいショット連発します。としか声出てますから十分ですよね。高橋プロとしてはもうこれ外せないですね。逆にプレッシャーかかりますよね、はい、同じチーム同士なんですけども。そうですね。これは何としても決めなくては。しっかり入れて思わず体が前に伸びてしまいました、ね、気持ちよくわかります、はい。ゲームの流れ的にはやはりワールドチームに有利な方が有利な方が言ってますからね。あれある意味運という部分では、はい、今チームワールドに傾いています。今度の利川選手のブレークはどうか。あー、がっくりとしてしまいました。そうですね。で攻めていくかセーフティーするかっていうのを今確認してると思うんですけどね。ブレイズは何でもいいよって感じで。そうですね。で実際にレイズの意見を聞けるというのはこれはまた素晴らしい経験です。そうですね。逆にそれはコルトレイン選手にとってはすごく
構いい財産になるんじゃないですかね。これはセーフティーです。はい、これはいいセーフティーですね。見事1番を当てて止めたんですよね。そうですね、この素晴らしいセーフ、間に4番が入ってまともには当たりません。遠いターンクッション、ワンクッションで当てるんでしょうか。そうですね、おお、見事に当ててきました。この残り方だが1番が思ったより、これはセーフティーというコースをたどりました。そうですね、もう思い切って当てに行きましたね。見えてはいるんですけど、そうですね、サイドスクラッチもかわして正確にポジション、はい、レイズならではのあっさりポジションをしてますけどね、そこへポジションするのは難しいはずなんですけどね。かなりコルトレーンのショットスピードが上がってきて安定感が出てきました。ここは3番8番のコンビか、スピードを殺して3番と手玉の関係の作り方、本当に素晴らしいですね。そうですね、で少し下げてるんじゃないですかね。そういったところまで、単に球の配置だけじゃなくて、はい、リズムまで作ってあげている、パートナーとして組むには最高の選手と言えるんじゃないですかね。ストリックランドがペアですと技術的には素晴らしいんですが、逆にストリックランドに合わせなきゃいけないんじゃないかなと。ストリックランドの方がやはりこう組むのはなかなか組める選手が少ないかね、相当自信がないと、はい、なんか怒られそうですからね。そうですね、レイジカバーしています。ただストリックランド選手も実際話すとすごく優しかったりしますね。味方にはすごく親切だったりするんですよ。そうですね、好調なプレーを続けていたコルトレーン、ここでポケットミス。このゲームすんなり取っていれば本当にコルトレーン復活というきっかけになると思うんですが、乗ってくる雰囲気はありましたからね。ここはタップルはバンクで行くんですかね。サイドにはほとんどコースがありません。カット取ってますかね。やはりバンクだ、正確に入れています。この試合都市川選手のスーパーショットもう続々出てきます。そうですね、で手玉がクッション際で9番を迎える高橋プロっていうパターンが、そのパターンが多いですね。多いですね、まあ、しかしぐらい入れてあげないと。そうですね、逆にただ精神的に辛いのは高橋プロですね、はい、これ入れなきゃいけませんから。入れました。第7ゲーム、高橋と石川ペアが取りました。本当に全て忘れさせてくれるような、そうですね、そういうきっかけになるブレイクショットになるといいんですが、特にナインボールの場合はブレイクでいい配になれば当然簡単にちょんちょんちょんで終わる可能性ありますからね。おお、今回はフルパワーで。そうですね、今のはもう飛び出してもいいぐらいの勢いで手の震えを抑えにいってるぐらいの感じでブレイクしましたね。しかしこれ1番を処理したとしてもちょっと難しそうな配置ですね。そうですね、見えてるんですかね。ギリギリ右端は見えているようです。見えてますね。クッションにたくさん入れてテーブル中央へ手玉を持ってきました。今指しているのが次に狙う2番です。その前にあるんで、逆でしたらコンビで簡単にできるんですが、はい、隠れている方が3番です。手玉を入れて3番に極力厚く出した方が4番は楽なんですけども、あまり当てて形を作るのか、あるいは何とかかわしてくるのか。そうですね、右下をついてますかね。これスピンでかわしにいくんじゃないですかね。4番の裏を通すんですね、はい、おー、ギリギリうまい。ちょっと当たると一つ一つ処理しています。このあと5番ションも狭いですからね。ここは押して回すんでしょうか。そうですね、5番中クッション入れて、ね、薄い球ですが、まずまずのポジション。今日はカットは抜群に決まっています。これまっすぐしてしまうと6番サイドへ行く時の、引き加減ですね、加減しなきゃいけないので、今も5番をサイド前の6番、この振りでいいんですね。そうですね、7番をこれですとコーナーになるんですか。そうですね、コーナーになりましたね。本来サイドに行きたかった。そうですね、7番ですが、まあどちらでも大丈夫ですね。ここはコンビで取ることもできるでしょうし、8番だけに後ろに9番の方に手玉を持っていって取ることもできますね。あ、7番強引にサイドに行きました。
これで8番サイドに出ましたね、一番いい形に戻しました。やはりこの方が空がない分より確実にポケットできます。これは難しい配置をペアマッチで綺麗に取ってきましたね。いわゆる裏マスという形で取り切りました。第8ゲーム高橋利川ペアが取って2ゲーム連取、5対5が出てきました。チームジャパン利川選手のブレイク。第9ゲーム右側から、おっとここでまたエースが出ました。この試合2回目のエース利川選手、今日はちょっとここで追いつとかないとちょっと交代ブレイクでもありますしね、はい、ここが乗ってくる可能性あるっていうレイズの今の気持ちでしょうね。レイズここは本当に本来のブレイクをやってくれたという感じで、これはいい配置になりましたね。あとするのが最低条件と言えそうな素晴らしい配置になりました。ギューンと引き玉で引いて、これがまっすぐになると難しいが、どうでしょう、8番越しになってしまいます。ストロークが柔らかいのであまり苦にしていません。そうですね、今のも球を立ててるんで難しいんですけどね、やはり手首が柔らかいせいか何の苦もなく、しかもミスもなくきっちりポジションも出しています。レイズ選手の目がちょっとこう真剣になってきましたね。厳しくなってきましたね、はい、時々チラチラと得点報道を見ていますから、やはり勝負にはこだわっているようです。そうですね、あのプレイヤーは本当にあのゲームが始まってしまえばやはりかなり勝負にはこだわりますよね、あるでしょうし、はい、お客さんにいいプレーを見てもらいたいというのはかなり意識持ってるんじゃないですか。そうですね、あの今世界中のトッププロがやはりそこを意識してプレーしてますよね。ビリヤード内のステータスをアップするっていうことの意識はみんな持ってますからね、これはもう他のスポーツでもそうだと思うんですけど、やはりトップレイヤーになればなるほどその意識が強くなりますよね。お金を払って見に来てくれたお客さんに満足して帰ってもらうというのが、はい、プロの最低条件ですね。あーもうブレイクランアウトかと思いきや、8番でコントレーンがミス。日本対ワールドという部分にで見れば、はい、ここはジャパンチームは勝っておきたいですよね、この展開は。一つでも勝ち星を重ねておかないと、はい、彼らは決して日本でやってるから日本 B 組ということはありませんね。そうですね、これはラッキー。第10ゲーム取りました高橋利川ペア、4ゲーム連取して、おお手玉がかなり動きました。サイドに5番が入ったんでしょうか。今気持ちよく割った。そうですね、ちょっと押してしまう。見えてるのは見えてるんですかね、コーナーポケットに向かえるんでしょうか。慎重にストロークして、おーコーナーに向かった、外してしまいました。難かったか。これは単なる今利川選手に現れていました。やはり次がレイズだというところなんでしょうね。そうですね、ちょっと難しい角度ではありましたけどね、すすぎたですね。今の手玉のコースもなかなかあのコースを走らすのは難しいんですけどね、はい、よくこうどこをひねってるかって聞かれるんですけど、レイズ選手はまた特別ではあるんですけど、まあ、いろんなプロが同じようなことをやってるんですけども、右上をひねったって言っても、右上に対してどう球を出したかによっても全然違うんで、あのコースには手玉が走らないんですね。それはもうついてるこうタッチの長さっていうんですかね、とか球の出す逃がす方向でどんどん変わっていきますんで、同じ同点についてもそのついた後のフォロースルーとか、はい、そういったものでコースがかなり変わる。変わりますからね。映像で見ただけでは分からない何かをレイズはやってると。そうですね、逆にあの映像で球の出し方、ストロークの仕方、ストロークのスピード、はい、それを見てもらった方がいいかなと思うんですよね。手玉が動いてる方向でどうスピンが入ってるかっていうのは分かると思うんですよ。しかしそれができるかと言いますと別問題になりそうですね。そうですね、あとそこにはもう感覚の世界が、レイズぐらいサイドスピンとか入れますと当然カーブが手玉にも先玉にも乗りますから、はい、それも計算しなくてはならないわけですね。そうですね、それをぐらいひねったからこれぐらいずらしてっていうのが、機械がつけばそうなるんですけどね、人間がつくからそうならないんですね。しか
かし素晴らしいレースのブレイク。おっとあわやエースでしたが、ナインボールは決まりませんでした。ノイ、そうですね、トシカープロのエースと同じ方向に走ったんですけどね、当然やるだろうという感じは持ってると思うので、このチャンスを出すかということになりますね。あー一番ポケットミスしてしまった。ただまあかなり大きな幅で言ってましたね、はい、ポジションの注文が非常に広い。言った通りの、しかも一番難しいところに出したんじゃないですか。そうですね、言った通りの端の方に出ましたね、クッションにくっつくのだけは。ただまあ自分でここは OK と言った以上カバーしなくちゃいけない。ルイ選手の場合見えてればまあセーフティーもできますからね、おお当てて割ってきました。ただ2番はポケットミス。そうですね、当てに行くからあそこを要求プロであれば対しても難しくはないと思うんですけども、手玉がバタバタと超クッションから超クッションへ移動します。その力加減をどうするかというところで当てて、タッタンに分けるんですかね。はははは、これは入れに行ってますよ。で決めました。あ加減で入らなくても、まあ、直接は2番いけないようにしとこうと思ったんですけども、別に打ち合わせを行いました。4番がなければコンビネーションに行くのが1番、まあ、オーソドックスなんでしょうが。そうですね、これ手玉ね、キャノンですね、手玉で狙って、あ、セーフティー、セーフティーですか。おお。狙うと今度3番が並んでというのはこれまでほとんど見られない光景でしたが、大事なになるとさすがのレイズも黙っていられません。まあ、いろいろ可能性を追求しています、はい、裏から当てて離していこうっていうのを考えたんですけど、結局ワンプクッションするみたいですね。クッションから当てて、お手玉が5番の方に向かっていきます。5番が入りました。この5番は当然ちょっと考えにくい。そうですね、バンクぐらいしか狙いにコースないんじゃないですかね。今の突き方も非常にユニークです。さあこの配置はどうなったのか。コトレンが足を手で叩いて一生懸命応援して、一致辛いクッション際の手玉決められるんでしょうか。おお入れた。さあこの後隠れてしまうと台無しだが、あーやってしまい、ほんと1センチ2センチなんですけれども、そうですね、今のは頑張ってもらうしかありません。しかもこの手玉と8番の距離が最悪ですね、近すぎます。そうですね、近いので方向が限定されますからね、はい、当然スピンを使ったショットになるでしょう。距離を本来なら分けたかったんでしょうが、4番が中央まで戻って、あものすごいストロークを行って、あまた古江が戻ってきました。この大事さが分かってますから ね、あこの4番しっかり入れました。届ったんですね、震えながらでも入るようになってきました。あレイズはまた味出しをけます。そうですね、コトレンがこれでいいかと言うんですが、もうレイズはしないで大丈夫大丈夫と。そうですね、回していっていいかっていうのをこう確認したんですよね、大丈夫大丈夫と。そうですね、もうレイズはとにかくもう入れてくるだからって感じですよね、頼もしいレイズ。あーちょっと難しくなりました。普段のコルトレンならなんていうことはないんでしょうが、中途半端な位置に手玉が出てしまった。オープン、ここは入れました。2ゲーム練習して7対5、2ゲーム差に詰め寄っています。これだけエースが出ますと気持ちよくブレイクできます。手玉が大きくジャンプしました。強めに割りましたね、あーしかしこれは大変な配置になってしまった。思わず笑っています。3番、5番、6番が
手玉を包み込むように囲んでいます。まずつきづらいこの1番処理もまだまだ難しい。球を立てて転がしていきます。1番ナイスイン。さあこの力加減だが、おおと4番と8番の間を通すんでしょうか。通ってはないんじゃないですかね。細かいストロークを行う利川選手。サイドに向かっていく。ああ外してしまった、ね、いやあれだけ密集してますとやはり難しいか。頭前に残った3番これを簡単に処理したレイズですか、ね、このゲームもしレイズコルトレーン組が取りますと7対6です。コルトレーンも落ち着いてきました。勢いもありますし、はい、ブレークもいいですしね、普段の練習している姿はもう鬼気迫るものがありまして、これはある意味アーチャーより凄みを感じるショットを見せてくれますよね。そうですね、試合会場でもそれ以外でもよく練習をしてますよね。でも腕力があるですね。まあアメリカのプレイヤーはみんなそうですけどね、はい、ただその持っている力を何パーセント出せるかなんとかスクラッチをかわしてもう本当に穴に入っていますね。やっちゃったという感じですけれども、なんとか7番通っているようです。ああいうラッキーで手玉がスクラッチしなかった後って整理が難しいんですよね。そうですね、ただもうずっとこう自分の中で戦いがあったと思いますからね、それを乗り越えて第13ゲームはレイズコルトレーンが取って3ゲーム連取7対6コルトレーンがブレイクします。体力満点のブレイクができるコルトレーン、かなりスタンスが大きい。腰でブレイクするといいますかね。そうですね、本気で体重移動もしてきますし球は長く出してますし、まあ、決して体が特別大きいアメリカ人ではないんですけれど、そうですね、まあ、日本人でもよくいる体型だと思うんですが、非常に筋肉質で無駄な贅肉がないからバネがあると言いますかね、強いブレイクができます。普段も健康的な生活してるみたいですね。そうですね、まあ、特にアメリカンプレイヤーは他のスポーツもですし、コントレイン選手なんかもうバスケットボール大好きですからね、アーチャー氏と2人でバスケットやったり、まあ、アメリカですと 3-on-3 なんかもやっぱり人気ありますからね、よくやってますよね。本当にまあ、体調管理をきちんとできるというのが外国行ったりとかそういう中での秘訣なんでしょうね。そうですね、レイズ選手もタバコをやめて4年ぐらい前ですかね、はい、やめて、3年間やはり苦労したと、もう大丈夫だって言ってましたね。年齢とともにそういった部分も気を使っていかないと長い間チャンピオンを誇ることはできないですね。やはりまだまだトップでいたい、トップを目指したいっていう気持ちがあると、いろんなことを考えながらプレーしていないといけないし、はい、生活をしないとダメだと思いますからね。レイズとコルトレーン、親子ほど年が違うんですけれども、一緒にコミュニケーションがこういう形で取れて、しかも素晴らしいものを伝えることができる、これはビリヤードの魅力でしょうね。そうですね。ブレイクがいいと、本当に簡単にゲームが進みます。第14ゲーム、レイズコルトレーン組が取って、ついにここで7対7の同点に並びました。さすがで立ち直っていくかというか、まあ、このプレッシャーに慣れていく場に慣れていくっていうのはビリヤードをされる方はいい勉強になると思いますね。利川選手のブレイク、思わずコートレーン後ろから覗き込んで完全に隠れています。やはりシュートアウト、おー、タンクションにくっつけて見えるところに出しました。レイズ選手は相手の実力を試すような仕事よくやりますね。そうですね、相手の性格とか、はい、シュート力とかいろんなことを考えて仕掛けてくるセーフティーが多いですよね。はい、ジャパンチャンピオンシップの時でしたか、田中選手にあまりにも簡単なシュートアウト出しすぎて、はい、ちょっと勢いつけてしまったことがありましたけれども、ね、この挑戦状
パンチーム。しかしこれをつくのがレイズというのがジャパンチームにとっては気味が悪いでしょ う、ね、ただレイズはもう確認済みですからね。当然自分がつくケースも想定してこのシュートアウトは出しています。スピードを殺しています。これはセーフティー。あのこれはがっかりという表情を浮かべているのは完全には隠れなかったということでしょうか。そうですね。ただあの厚みにここはでもジャパンチームはこのゲームを取っておかないといけないですからね。流れは今チームワールド、バンクでセーフティーを作りに行きました。あー素晴らしい。あ2人揃ってテーブルに来ました。そうですね。順番的にはコルトレーンの番なんですが、して、はい、そのポケットしか入れられないというゲームなんですけど、まあ、レイズ選手は非常にうまいんですけども、それをやってる時に年川プロが言っても、レイズがブスタマンテに指示を出すと、はい、でその通りブスタマンテがつける。ほうほうほう。それを僕らは指示出されてもそのショットができないショットがいくつかあるって言ってましたね。ですから難しい。ただ勉強にはなるよねっていう話はしてましたけどね。前半戦はあえて黙ってたのを今は逆に一緒に考えていくスタイルになってますね。レイズはコーチになってもなかなかの名コーチになるんじゃないでしょうか。そうですね、かなり期待は持てるんじゃないですかね、そうになってほしいですね、はい、あの将来的には。あーここで年川選手すごいキックショット、スーパーショット出ましたね。クッションから入れてきました。高橋プロも笑っています。繋ぐことができるんでしょうか。サイドへ一回引っかかりましたがポケットされました。苦しいのを繋いでますよね、ただポケットする際に手玉がかなり走りそうです。こういったボールの力加減は、まあ、日本一でしょうから。そうですね。ただボールにちょっとしか当てずに走らせた時の手玉のコントロールって本当難しいですからね、あーコーナーポケットスクラッチ、あーミスが出ました。笑っていますがむしろ引きつった笑いです。これは痛恨のスクラッチとなるんじゃない、今のミスの重みをぐっと引き受けてるんでしょうか。フリーボールから5番をショットしますコルトレーン。1番に当てました。で手玉がかなり動いてしまいます。クッションに入れてコールトレインもだいぶこう集中してきましたね、レイズはちょっと冗談言いながらですか、ね、一時はどうなるかと思いましたが、やはり技術だけなら問題ないわけですから、メンタル的に落ち着けばその変身を見せてくれます。ボールを落とします。逆転です。決めました。ゲーム連続でゲームを取ったレイズ。お互いそうですけど一気にやはり流れが傾いたらペアであってもシングルであっても同じような展開になるんですね、普通ペアだと一方的にならないかと思いますが、やはりなるんですね。そうですね、やはりナインボール。この指しているコースは何でしょう。いろんなことを考えていますね。サイドバンクですね、2番を行って手玉を引きのでスピン入れてチョークションから返してこいってことですかね。2番に薄く当ててサイドポケットにバン形ですね、はい、6番が受けています。狙っていった、惜しい。帰りも決まりません。ただレイズが指していたのは手玉の位置が4番の裏ぐらいに来ればいいやっていう意味だ。そうですね、この方向にいるんですけどね。今のコルトレーンの状態では最高のショットという選択肢ですね。なかなか動き出せません。ゲーム際になるとプレイヤーっていうのはこういうモードに入ってきますよね、はい、イベントのペアマッチでもやはりキスインないしはコンビという可能性もありますが、一番難しいとこですよね、2番。おお、反対側のコーナーに正確に落とした。
これは素晴らしい。スーパーショットですね。座ることができません。立って一緒に戦うというペアマッチになっています。この配置ですともうね、難しいショット、利川選手決めた。やはり難しいボールですけれども、ね、今のすんなりついたんじゃこういう形に残りませんよね。はい、瀬戸際まで追い込まれているチームジャパン。今丸を描いたのは何でしょうか。この辺でいいかなというポジションの確認ですね。かなり広いところを指していました。配置的にはそれほど難しくないと思うんですが、局面的に相当慎重にいかなくてはならないということだね。そうですね。5番さえ処理すればあとは穴の近くにしっかり入れて、6番はサイドポケットの前、ボールもコーナーポケット近くですから、それほど神経質にポジションを出す必要はありません。軽く引いてきました。体勢的には苦しくなっていますが、コーナーポケット前の8番クッションに入れてテーブル中央へ。石川選手、しっかり入れて第16ゲーム、高橋石川ペアが取って8対8の同点。ついにフルセットマッチ、このゲームを取った方が勝利を収めます。第17ゲーム、利川選手のブレーキ、おっと、あわやサイドスクラッチ、しかしスクラッチは免れています。ただここでノーインは痛い。そうですね、これはもう1番入れてポジション出すぞという意思表示のね。そうですね。あ、セーフティーですね。あ、その2番に当ててというところを確認したんですね。いやすごいセーフティー、ね、まず当てるだけ難しいこの距離。よく裏側をすり抜けていく、はい、超タンときて裏から当ててきました。転がるとセーフティーになるんですが、これもナイスですね。東京ではそうです、当ててますよね。このボールが鍵を握るんじゃないでしょうか。ちょっとまた出ますと経験できることだと思うんですけれども。そうですね、ましてやこれを生業にしている選手からしますと、このプレッシャーはより一層きついものがあったんでしょう。リアルにこの世界に入ってこれば、ね、レベルは違うとはいえ似たような精神状態になれますから、はい、まあ、ぜひよく伝わると思うんですね、はい、コートラインの気持ちっていうのは。少しでもプレーなさる方は大会出ることをお勧めしたいですね、はい、そうですね。さあこれでいい配置をもらいました。ただそうですね、まだ落とし穴があります。コンビネーションが残りましたからね。微妙に触れているこのコンビネーション。2番7番、7番がサイドポケット前、うまく落としてほぼまっすぐに手玉と2番を並べました。もう完全だからお互い悔しいでしょうから、これはもう9番までの設計を考えて話し合ってる。そうですね、2人とも9番までは頭に入ってて、はい、ポイントになる部分の確認にして入ってると思うんですけども、クッションから弾いて出してきましたが、あー難しくなった。勝負際気になるでしょうね。はい、あれるわけです。決められるか。9を出すコースには被っていませんから問題ないと思いますが、もうかなりヘッドアップといいますか体が大きく動きましたね。そうですね、ちょっと気持ちが、しかし利川選手にはまだ余裕があります。こういう時明るい性格の選手はいいですね。そうですね、この緊張感とか、楽しんでますよね、はい、タンクッションにくっついた4番うまく転がして、もう相当プレッシャー実は来てたんですね。思わず胃袋のあたりはプレーできません。手玉の下をついてタンクッションに入れてカバーしてきました。ライン
で見てるんですか。そうですね、コンビネーションだったらここのラインで行くっていうことだと思うんですけど、はい、ここからポジションの出し方が勝負を決めそうです。ふわーっと出してきたということはどっちでしょうね。これ高橋選手確認に行かずに構えました。直接入れました、取っていました。そしていよいよ迎えたゲームボール。フルセットマッチを制するのはチームジャパンか。ラインボールは利川選手決めました。フルセットマッチまで持ち込まれたこのペアマッチ9対1。Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, sir, then mag-subscribe na po kayo at pindutin ang notification bell para update kayo sa ating masusunod na video at sa ating one by one na one versus one basketball. Panoorin niyo po mga kabilisan, napakaganda po mga ina-upload kong video aside dito sa laban na FM. So maraming salamat po at i-share po ang ating video at God bless po sa inyo lahat.